沢井周一2003年は、日本の銀行家、山形幸せ銀行頭取を歴任。1974年乱受報賞受賞。省内藩で、松ヶ丘大根に従事した藩士の家系である沢井達三郎の長男として、山形県鶴岡町に生まれる。教職に奉職後、実業会入りし松ヶ岡ガラス工業社長等を歴任。1952年。 山形総合銀行に入行。翌年、社長に就任する。トップ在任時においては、1960年の資金量5000億円達成、省内銀行との協業による SY コンピューターサービスの設立、第一次オンラインシステムの実現等、経営の近代化を推進した。また、安岡正厚に系統支障外教育を実践した、他、山形市販の同期であった。 長谷川忍と共に、省内何周回の設立にも尽力した。また、乱受報奨を受賞したほか、長年の地域経済の振興や教育にも、情熱を注いだことから死去後、鶴岡市から、市政功労の表彰もされた。ことして、きらやか、銀行相談役を務める沢井誠介がいる。1912年生から1997年没。旧姓鶴岡中学。 山形師範卒業後、教職を経て、安岡正サが創設した日本の市学校で学び、寄京。坂田に古書店、京天堂を開業した。ありがとうございます。